こんばんばはポップですエフェクチャンネル10月29日木曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り米ドル円から始めまして、豪ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 引き続き株式相場の方は下落が続いているという中で、為替相場の方もリスクオフの円高が継続しているという状況が続いております。えー、まずはね、全体の相場感、えー、見ていきたいと思いますので、いつものサイトをご覧ください。はい、えー、こちら、えー、世界の株価のサイトでございます。えー、まずはね、えー、昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス943ドル。終わり値で 2万6519ドルということで、なんと3.43%の大幅な下落ということで、1日の取引を終えました。えー、引き続きね、えー、コロナウイルス感染拡大がね、えー、経済に与える影響が大きいというところでね、えー、ダウの方は下げている状況が続いておりますね。えー、そして、えー、その影響を受けました東京マーケット。日経平均は前日比、マイナス86円。 終わり値で23,331円ということで、こちらは、ね、ダウンに比べて小幅な、えー、パーセンテージね、0.37%の下落ということで、1日の取引を終えた形でございます。 こちらは、ね、ダウに比べてまあ軽微な下げというところで、ねえー、ございますが、えー、この原因としましては、えー、昨日に引き続き、ねえー、日銀の方が701億円の ETF の購入を継続したというところもありますし、あとは、ね、コロナウイルス感染拡大の経済の影響が、ねまあ、日本はそこまで深刻ではないということを、ねえー、踏まえて、えー、他の、ね、国々の株式よりかは下げはまだ、ね、小幅にとどまっているというところでございます。ちょっと、ねえー 日銀の購入とかもね、インチキ臭い形で、なかなか日経平均が落ちないというのはね、ツイッターの方でもお話ししましたが、ちょっとね、この日経平均が強いというのは違和感でございます。ダウの方はね、時間外取引、見ていただきますと、直近の安値付近まで下がってきているというところでございますが、日経平均の方はね、一時2万3000と比67円まで落ちたんですが、今はね、それよりか150円ほどね、高い2万3230円台というところでね、こちら日経の方はまだまだ 強いいいい状況が比較的続いているとまあ、こういうのようにね、株式相場も,相場も下げましたので、まあ、原油相場も下げ、そしてね、ドル円相場も下げているということでね、ちょっとこの辺りはね、株式相場中心に今までのね、バブル気味のところが少し逆回転をしているというところが続いておりますので、そういったところをね、踏まえて、為替相場、先進国通貨、ドル円の方から見ていきましょう。 はいえー、まずはね、えー、ドル円の15分足、えー、約1日の時間軸のチャートをご覧ください。えー、昨日の動画の解説のタイミングはね、えーまあ、直近のね、えー、安値付近までということで、えー、104円、えー、10銭の少し上というところでございましたが、一旦ね、えー、ニューヨークマーケット、えー、下げる場面もありましたが、まあ、乱高下しつつもね、えー、実際、えー、動画解説のタイミングよりかは上方向でニューヨークマーケットはクローズしたというところでございます。 その後ね、東京マーケットにバトンタッチしましても、一時はね、反発して104円50銭、こちらまで上がってきたんですが、こちら、日本マーケットの5番のところですね、下落が始まりまして、欧州時間に入ってからさらに安値を更新してきたということでね、ちょっとこのあたり、東京マーケット少し反発したんですが、欧州時間になりますとね、売りが加速ということで、やはり欧州はね、コロナウイルス感染拡大というところがありますので、まあ、そういったところでね、 リスクオフ、欧州時間はリスクオフになりやすいのかなという状況です。そして60分足で、ね、ご覧いただきますと、104円50銭をね、破ったところ、そして反発するもね、1回過去に104円50銭、こちらでレジスタンスを食らっていますので、今回のね、上昇局面でも、再度104円50銭に蓋をされてしまったのが、まあ、決定的というところでございます。 そして心理的節目の、ね、104円の手前で一旦は反発しているというところでございますが、これからね移動平均線の方がまたね右下下がりで攻めてくるという形になりますので、一旦はねこの104円のアタックをねもう一回行われないとなかなか反発の兆しが見えないというところでございます。 まあ大統領選までね、えー、まあ来週の火曜日ですので、えー、あとわずかということで、ここまでね、相場の方が動いてくるとはちょっとね、予想までしておりませんでしたが、引き続きね、リスクオフの動きには変わらないという形になるかと思います。 そうしますとね、やはり反発したところの戻り売りというところがドル円のね、まあ、勝負どころという形になりますので、今回もね昨日と同じように移動平均線の下側で反発してね、要線が出たタイミング移動平均線の下側でその要線が陰線に切り替わったらショートという形でね攻めていく方針には何んだ変わりないというところでございます。 ただね、21時30分から、市地区のね、アメリカの GDP の発表、そして21時45分から ECB の政策金利、まあ、これはね、変わらないと思いますが、その後のね、22時30分の ECB のラガルド総裁の定例会見ですね、こういったところで相場が動きやすいという形になりますので、ちょっとね、ボラティリティは今後上がっていく可能性が強いということでございます。 21時30分の市地区のアメリカ GDP、えー、その1時間後の22時30分の ECB のねラガルド総裁の会見というところがね大きな波乱要因になろうかと思いますのでちょっとねこのあたりはボラティリティが上がるかもしれませんが基本的にはね104円を大きく割り込むまでは下落目線でというところになりますのでしっかりとね反発したところ移動平均線よりか下側でね要線から陰線に切り替えたところでショートのチャンスというところをね覚えていただければと思います 4時間足ご覧いただきましょう。 はい。四時間足もね、引き続き移動平均線は右下下がりということでね、今回の反発も移動平均線の下側でね、しっかりと要線から陰線に切り替わって、まだまだ下落トレンドが続いているというところでございます。まあ104円50銭のね、サポートラインという、レジスタンスラインというところはね、過去のサポートラインでありましたので、まあそこを抜けてしまいますとね、レジスタンスになりやすいというね、まあテクニカル通りの動きをしている、まず104円50銭の攻防でございます。 まあそうなりますとね、もう一度反発しても104円50銭をね、上回るのは、まず104円を切ってからじゃないと難しいという形になりますので、まあ、こういったところを見てもですね、やはり上方向にね、戻ってきたところを一旦ね、叩くという形で戻り売りを意識する。具体的には60分足でしっかりとね、移動平均線の下側で要線から陰線に転換した場合ですね、こういったところ、ショートを継続して利益を上げるというところで変わりございませんので、参考にしてください。 はいえー、以上でね、えー、米ドル円の解説を終わりまして、続いて、えー、5ドル円を見ていきましょう。はいえー、5ドル円の方もね、い、えっ、ー、反発する局面は、えー、少しばかりあったんですが、基本的にはね、えー、再度、えー、今現在安値を更新してきたというところでございます。 まずはね、昨日の動画解説のタイミングは73円50銭から74円の間というところでございましたが、ニューヨークマーケット大きく下落した割にはですね、引き続き73円50銭のサポートが効いていたというところでございます。引き続きではないですね、なんとか節目のところでサポートを効いていたというところでございます。そして東京マーケットに移りましてね、73円50銭を割り込まなかったので、一旦はね、少しばかり 反発したんですがやはり心理的節目の74円ここまで上がってくることはできずね最終的にはこちら15分足ベースの移動平均線を割り込んでそして直近のね安値 えー、今日の、えーまあ、朝方と、えー、ニューヨークマーケットの安値の73円50銭を破ってしまいますと直近の安値を更新してしまったということでね、えー、まだまだ下落トレンド多少の反発はあったんですが、えー、下落トレンドは変わらずというような状況でございます、まあ、株式相場がね、えー、やっぱり下げてきましたので、えー、それにつられて円高の方も進んでいるというところですね そして60分足ご覧いただきますと、これもね、テクニカル通りと言いますか、大きくね、74円割り込んでしまった、引き続き戻り売りというお話も昨日しておりましたが、昨日もね、反発したところ、移動平均線、右下がりのところで、しっかりとね、その下側、もしくはその付近で、要線から陰線に切り替わるという形がありましたので、安値を更新というところでね、少しばかり反発してね、移動平均線を上髭ベースで超えるところがあった。 ですがとてもじゃないですがトレンド転換にはならなかったというところでございます。 これもね、ここまで下げたということであれば、やはり73円をね、1回タッチするか割り込まなければ、本格的な反発はね、難しいかなと思いますので、これも米ドル円同様ですね、移動平均線の下側で要線から陰線、いわゆる戻り売りという形でね、要線で反発したタイミング、それがね、陰線になるタイミングをね、もう一度見計らっていただいて、移動平均線よりも下側で要線から陰線にね、転換して、73円を をつけるまではショート目線で攻めていくというね、えー、方法でよろしいかと思います。参考にしてください。4時間足ご覧いただきましょう。 はいえー、こちらもね、えー、今までのサポートラインの、えー、74円25銭ですね、えー、こちらを割り込んでしまって、えー、そしてね、74円付近のサポートラインは特になかったということでね、ずるっと下げてしまった状況でございます。えー、今回のね、えー、反発のところでは、えー、とてもとてもじゃないですが、74円や、えー、74円25銭ですね、えー、こういったところまで、えー、戻ってくることができず、えー、また下げてしまったということで、えー、引き続きね、えー、弱いところが続いていく、弱い状況が続くというところでございます。 こちらを見てもね、中長期的にもやはりまだまだ移動平均線は右下下がりに下がってきます。そしてね、ちょっとね、乖りがありますので、まあ、反発するタイミングがあろうかと思いますが、まあ、73円に、ね、先にタッチしてしまった場合は、ちょっとね、見送っていただくというところでございますが、73円タッチする前に反発してね、このような形で、要線から陰線切り替わったところで、しっかりと売り叩くというところでね、具体的なタイミングは60分足、見ていただいた通りね、 要線から因線、か、え、ら、ー、何度もね、えー、しつこいようですがこれが移動平均線の下側でね平均足の方が変化した時に、えー、売りのチャンスというところをね、えー、心がけていただければと思いますので参考にしてくださいはい、えー、以上で5ドル円の解説を終わりまして、えー、続いてポンド円を見ていきましょう はいポンド円の方も、ほぼほぼね、米ドル円、ゴードル円と同じような状況でございます。ただね、ボラティリティが高いので、反発もね、比較的大きかったかなというところがね、印象深いです。昨日の動画解説のタイミング、103円135円、 ジャストをですね、えー、少し反発するというような局面でございましたが、ニューヨークマーケットね、えー、ダウが下がるんですが、えー、ここはね、えー、なぜか円高方向、えー、すみません、円安方向ですね、円安方向に進むということで、えー、50ピップスね、えー、反発して、えー、ニューヨークマーケットはクローズ。 さらに東京マーケットはね、また戻すということでね、ちょっとこのあたりね、135円から136円ぐらいまでね、反発するというね、比較的大きな反発でございましたが、最終的には元の位置に行ってこいということでね、今は135円を若干割れているということで、安値を更新するかという状況でございます。 えただね、えー、この60分足ご覧いただきますと、えー、下落トレンドは何ら変わっておりませんで、ただね、えー、非常に反発は大きかったのは、こちらね、135円から136円、移動平均線を超えてしまったというところがね、えー、まあポンドらし、えー、ポンドらしいといえば、ポンドらしいボラティリティというところでございます。まあ、弱い相場であればね、移動平均線の下側で、要線から陰線というね、こういったタイミングでまた下げるんですが、ここね、なんとか切り返して上に上がりましたので、ちょっとね、えー、これは サポート的にも、えー、このね面白いいい反発をしたかなという状況でございますが最終的にはね、心理的節目、そして、えー、ちょっとね、サポートが入った136円ですね、えー。ここのところの下側で、栄養から陰線に、えーま、切り替わったということで、最終的には押し負けたというところでね、安値更新というところで、えーま、株式相場につ、えー、られて下げているというところでございます。 こちらの方もね、引き続き、やはり下目線というところが今の現状でございますが、ただね、移動平均線が一旦ね、横ばいになっていますので、今までの下落トレンドの右下下がりというところであれば、しっかりと移動平均線より下下側でという話なんですが、移動平均線ね、これ横ばいになってしまったら、こちらね、トレンド入りする可能性もありますので、135円から136円のボリンジャーバンドの加減と上限。 こちらを意識していただく必要もあろうかと思いますので、まあ、基本的にはね、えー、戻ってきたところ、135円50銭よりか、下側で要線から陰線というところが、えー、まあ定石というところでございますが、えー、もしかしたらね移動平均線超えて136円ぐらいまで上がってくる可能性もあるというところはね意識していただければと思いますので、ちょっとね、えー、この辺り、 えー、しっかりとね、えー、移動平均線付近で、明確に要線から陰線にね、えー、もう一度下げるというところがなければ、上がっていってしまうリスクがありますので、しっかりとね、えー、このあたりの見極めを、えー、しっかりしてから、えー、要線から陰線にしっかりと切り替わってから、ショートを組むというところをね、意識していただく必要があろうかと思いますので、ちょっとね、えー、ポンドのボラティリティには注意が必要だと思います。気をつけてください。4時間足ご覧いただきましょう。 はい、4時間足もね、ご覧いただきますと、かなりね、4時間足の移動平均線24回分と乖離をしているなという状況でございますので、ちょっとね、この135円50銭、こちらを超えてね、反発する場面もあろうかと思います。ただね、136円を見ていただきますと、今まで結構ね、サポートラインが強かったというところでございます。ここを明確に割り込んでしまったので、136円のレジスタンスは強力かなという形ですので、しっかりとね、136円のレジスタンスは強力かなという形ですので、 135円50銭を上回った場合にはですね、下がってきた移動平均線も136円付近になりますし、あとはこちらね、前回も136円でこちらね、しっかりとレジスタンスを食らっているということで、135円50銭、もしくは最悪でも136円ぐらいでレジスタンスは入りやすいというところをね、意識していただく必要がありますので、こちら60分足に戻りますが、135円50銭よりか、基本的には下側というところでございますが、場合によっては136円50銭。 円ぐらいまで戻る可能性がポンドのボラティリティではあり得るというところをね意識してショートに取り組んでいただくというところでよろしいかと思いますので参考にしてくださいはい、えー、以上でポンド円の解説を終わりまして最後にユーロドルを見ていきましょう はい、えー、ユーロドルの方もね、えー、まあボラティリティが高いというところでございますが、えー、先ほどお話ししました経済指標ですね。えー、21時30分に、えー、アメリカのね、四区の GDP、えー。22時30分から ECB のラガルド総裁の定例会見ということでね、えー、ユーロドルは動く要素が満載というところでございます。まあ、一応チャートのね、えー、動きを見ていただきますと、えー、昨日の動画解説のタイミングは、えー、こちらね、1.1750を割り込んだところ。一旦はね、えー、ニューヨークマーケット、えー、下げたところから半分。 反発して1.1750ですねここに収束するというところで、東京マーケットもね引き続き動かなかったんですが、欧州時間から一気にね下げ始めて、こちら安値を更新というところでございます。ちょっとセキュリティとソフトが来ましたね。はい、失礼しました。ということでね、ねユーロドルも今はユーロ安に拍車がかかっているというところでございます。 そして、60分足、1週間の時間軸のチャートをご覧いただきますと、ね、こちらは三角、フラッグが明確に下抜けしたというのは、ね、以前の解説でもしておりますが、こちら抜けてからやはり下げトレンドが、ね、止まらないということで、昨日の、ね、少し反発、昨日から今日にかけての反発というところも、まあ、移動平均線、ね、少し超える場面があったんですが、超え切れずです、ね、再度力負けしてしまって、安値更新ということで、1.17、こちらも、ね、今、この付近まで下げてきてしまって とといいうところでございますちょっと1.17はねサポートラインになりやすいのでこちらも1.17でサポートの可能性があるんですがあくまでも狙いは戻り売りということでね移動平均線の下側で反発した時にね陽線から陰線これが移動平均線の下側でもう一回トレンド転換した場合にショートというのはね他のドル円と5ドル円そしてポンド円とね何ら変わりないということでね勝手に思い込みでねやはりこのトレンドの中で安いからといって て安いと言いますか下方向だからといってロングを組みますと大きな失敗をしてしまうという形なので基本的には戻り売りというところをね変、えー、えずに攻めていただければというところでございます、えー、もちろんねマーケットのことですので一気にトレンド転換する可能性もありますがその時はねもう一度、えー、まあ損切りをしてですね入り直せばいいという形なのでトレンドが変わるまではですね、えー、まあねちっこくしつこくですね下落トレンドを、えー、まあ 変わるまでは、えー、戻り売りというところをね、継続していくというところが大切だと思いますので、まあ、こちらも戻り売りという状況でよろしいかと思います。えー、4時間足ご覧いただきましょう。 はい、えー、こちらね、えー、引き続き、えー、移動平均線ね、えー、高値付近から、えー、外から降ってく、えー、上から降ってくるというところでございますので、戻り売りという状況でございます、えー、ましたが、えー、先ほどもね、お話しだ通り、1.17というのは結構ね、明確なサポートが入っているというところでございます。まあ、こちらでね、えー、反発する可能性も高いんですが、逆を言えばね、明確なサポートラインは割り込みますと一気に走りますので、まあ、この辺りね、えー、戻り売りというところは変わらないんですが、まあ、1.17でね、えー、サポートが入った 場合には一体のね、損切りという必要,も必要も出てくるかと思いますが、ただ、明確に走った時のリターンは大きいというところでございますので、ちょっとね、この辺り安全策をとってね、勝率をとって1.17付近ではサポートが入るだろうということでね、戻り売りをやめるという選択肢もありますが、逆にこちら割り込んだ場合には一気に走るというところでございますので、そのリターンを狙って、あえてショートで攻めるというところもあろうかと思いますが、まあ、いずれにしましてもね、4時間足といいますか、60分足。 足の、えー、インするタイミングとしましては、えー、こちらの60分足で測っていただきながら、えー、こちら移動平均線を上回らない程度に反発して要線から陰線という形になりますので今日はちょっと同じような、ね、説明しかしておりませんが、えー、ちょっとご了承いただければというところでございます戻り売りという形ですねはい、えー、以上で先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします、えー、ちょっとね、えー、ボラティリティ高いという中で、えー、明日の金曜日はね、えー ライブの方をね、えー、行っていきたいと思いますので、えー、2週間ぶりのライブという形になりますが、えー、よろしければね、えー、また皆さん見に来ていただければというところでございます。えー、そしてね、えー、今回の動画が少しでも参考になったという方いらっしゃれば、いいねボタンやチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。えー、ではね、えー、また明日、えー、ライブの方でお会いできればと思いますので、えー、よろしければね、皆さんお時間作って、えー、見に来ていただければと思います。えー、今回は以上です、えー。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。